はい、こんにちは、しゅうすけです。今日はですね、日本人の友人からアイスランドの食べ物の動画ないのって言われたんで、あ、確かにと思って、今日はアイスランドに来てからほぼ毎日と言っていいほど食べてるアイスランドの食べ物について紹介していきたいと思います。ということで、2分間で言い切っていきたいと思います。タイマー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 、ちょっと待って、タイマー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 、2分、タイマー、レディーゴーってことで、でそもそもその食べ物何かっていうと、それはね、スキールって言って、僕からしたらヨーグルトなんですよ。見た目ヨーグルトなんですけど、実際はなんかチーズの分類らしい。でもヨーグルトなんですよ、見た目なんで。正直よくわからないんで、あの、実際に友達にほんまは何なのっていうことで友達に聞いてみました。 Dear, skier is yogurt? It's skier. Is it cheese? It's skier. Skier.Skier. It's not yogurt. It's skier. It's not cheese. No, it's skier. Do you like it? Maybe. Do you like skier more than Greek yogurt? No. So your favorite is Greek yogurt? No. My、What、favorite is Russian thing. Okay, so different. That is also not cheese. It's not yogurt. And it's not yogurt. Okay. It's tvorog. Okay. I don't know. Bye.はい、っていうことで、スキルはやっぱスキルみたいですね。実際ウィキペディアで調べてみると、一応チーズの仲間、ヨーグルトではなくチーズの仲間って出てくるんですけど、正直僕からしたら、はい、まあでもね、スキルがなんでいいかって言ったら、まず栄養素なんですよね。まずタンパク質がめちゃめちゃ豊富で、その割に脂質がほとんどないんですよ。めちゃめちゃ低いんですよ。なんでスーパーフードって言ったりする人もいるんですけれども、スーパーフードって聞くとなんか苦味があったりとか、なんかあんま美味しくないってイメージあるじゃないですか。それが美味しいんですよ。毎日食べれるぐらい、毎日食べれるぐらい美味しいので、はい。で、僕こうやってね、ずっと言ってても一人の意見なんで、やっぱ信用性がないと。で、信用性を増すために、もうやっぱり現地でアイスランド人でスキルどんだけ食べてるのか、実際どんなもん好きなのかっていうのを、アイスランド人の友人にスキルのこと聞いてきたので、そこで見ていただいて、ちょっとでも信用していただければなと思います。はい、ということで聞いてみました。 Hey Bernie. Hey. Do you like skier? Yeah, I love skier. Why do you like it? Yeah, because it's, you know, really delicious, and also it has like a lot of protein, not much fat, and it's like you eat just a little bit and it fills you up for like hours and hours. So I usually have it for breakfast every day.Every day? Yeah. So every day you eat? Yeah, mostly every day, yeah. Is it your favorite yogurt or skier? No, it's not cheese. It's cheese. Yogurt. All right. Like, is it? I would say it's more yogurt than cheese, probably. Yeah, okay. It's definitely my favorite yogurt. In the world? In the world. Okay. I love it. I think it's the best. Thank you. はい、ということで、もちろん全員がスキル好きっていうわけではないんですけれども、ほとんどの人が多分好きっていうことで、僕は実際にスキル最初に食べた時は、最初ホテルに泊まってたんですよ。その時の朝食でバイキングみたいなのあるじゃないですか。好きなだけ食べれるみたいな、多分泊まってる人全員の分だったみたいなんですけど、ほとんど僕が食べました。はい、ほとんど食べました。ということで、やっぱ日本で食べてるヨーグルトではないんですけど、ヨーグルトと全然違う新感覚のような感じなんで、ぜひ食べてみてほしいです。調べてみたらですね、日本でもまだじゃないですね、日本でコンビニとかで買えるみたいなんで、どのコンビニか分かんないですけど、もし食べたことがあるっていう人がいたら、ぜひコメントしていただいて、はい、教えてください、感想。はい、ということで、今回はですね、あ、スキルについて、まあ2分って言ってたんですけど、はい、まあまあそんな感じ、分かんないですね。はい、 So guys, thank you guys for watching and see you in the next video. Bye. It's not yogurtIt's yogurt. No, it's not. Ready? No, wait. It's like you need to stand here. Be in the center. Like, I will focus in pit and then you talk, okay? Okay. Okay. Action! That's...I can. ですね、アイスランド食べ物どうなれるかって言われたので、確かにと思って、今回アイスランドに来てから毎日って言うのを食べているものを紹介していきたいと思います。日本でもですね、手頃で早速2分で話し切ります。ドゥーン、ドゥーンいらんかな、ドゥーンいらんかな。そもそもそれ何なのかって話なんですけど、それはスキルって言って、ちょっと見た目はヨーグルトなんですよ。ただ立ち位置もヨーグルトって感じ、ただヨーグルトではない、チーズっぽいらしい。でもこの感じからして、お菓子ヨーグルトっていうよくわからんもんなんで、
本番は何なのか、しじみに聞いていました。OK、これだけ。はい。20 minutes、ちょっと。